What's up? フィッシュボーイです。ということで今日は BTS のバターを解説したいと思いますよ。すごいよね BTS。 ダイナマイトのね次の作品ということでもう期待感マックス。 BTS のバターのダンスプラクティスちょっと解説したいと思います。いろいろ解説されてるんですけども、なんで僕が長々とね解説今回しないです。ここすごいな、こんなこともするんですか、すごいですね BTS さんというね、そういう場面を3つチョイスさせていただいたのでその3つを発表させていただきたいと思います。 BTS の踊りの良さってもう一人一人のね個性が本当に詰まってる、そこはいい良さだと思ってるんですけども、今回も個性爆発なんかね、いや本当に素敵、じゃあまず見ていきましょう。まず一つ目、31秒の J-HOPE の右手です。いきましょう。はいはい、見た、見ました、すごいよ。あの「Sidestep My Left My Beat」っていうところのその後でね、ここのここ来てこうやるとこね、この一瞬、この一瞬、この皆さんね、ぜひ31秒ね、ポチポチ押してね、見ていただきたいんですけども、まあなんとなくこう、手がね、手に意識じゃなくて、他のところに意識を持っていってる人も多い中、J-HOPE さん、もうね、指先まで、しかもね、まあこれならわかるよ、これならわかるのよ。ね、Left to my beat、ドン、ドン、ね、まあ、まずこれもすごいんだけどね。これもいやその一瞬指先伸ばす必要あるって思うところなんだけど、 J-HOPE さんねもう一つ上行っちゃってるんですよね。もうここでわかる、すごいよ、わかった今、この何 0.2 秒 0.1 秒ですかね、この間に皆さん J-HOPE さんの指先ご覧ください、すごいです、すごいです、もう一回ご覧ください。このグクーさんと J-HOPE さんがだいたいこの時に首をポーンって上げるのね、音のパーンっていうのを首で表現するんだけど、 J-HOPE さんはさらにそこを指加えるわけだ、加えるわけだ。 J-HOPE 君はどこまで、はい、これ一つ目でした。はい、 BTS やっぱ面白いね、見てて解説しがいあります。二つ目が1分18秒のジミンの肩です。はい、肩、左肩、ね、肩っていうか首と肩のタイムラグ、ここにね色気だったりね、こう耳の良さを感じてしまいますね。見た、見ました、すごいのよ。だいたいね「Hi like that」っていうとこの歌詞なんだけど、だいたいこう首をねこう潜らせる、動作なんですよ。もうこれでも大正解なんだけど、ジミンはねここでわかる、この潜った後にね遅れてやってくる左肩、 Hi like that っていう風に Hi like that ね、はい、普通の人は Hi like that ね、 Hi like that、 Hi like that、 ジミンは Hi like that ね、この Hi like thatHi like that っていう風にここの抑揚をしっかりとってるんですね。これを聞いた後でもう一回見てね、いくよ、いくよ、おーシェッ、すごいでしょ、 Hi like that、 これはジミンさんやってますねっていうとこなんですよね。あ、もうこれさ振り付けを教えてもらった時点で、あ、僕は Hi like thatハイライクだ、この肩で表現するんだって思った、あなた天才ですか。3つ目、1分49秒、シュガーのリズムオフです。これはね本当構成というかダンス的なテクニックではないんだけど演出ですかね、これはね結構感じた人多いと思う。はい、ここなんだよね、Let it roll って言ってダンスパートがね盛り上がって盛り上がってこう坂道なわけ、どんどん登っていくわけ、どんどん登っててどうぞ
そのままラップしてください。どうぞシュガーさん。ここで僕だったらね、ラップをよっ、もうこうやっちゃいますよ、ね、こうやっちゃもうリズムのまま、ね、坂道登ってそのままイエーってなります。イエーってなるんだけど、ここでシュガーさんというか、もうよくこの構成者ね、すかすというかリズムをね一旦抜かすんですね。このままいくと、まあ静かでもいいんです、ね、強くてもいいんです。でも普通だったらこのダンスパートあって、もうこうやって乗ってるわけ、乗ってて、じゃあラップ行くよって言ったら、もうこのリズムキープしたままいっちゃうわけだけど、ここね、オフるんですよ。一回そのリズムの波から降りるんだよ。降りることで何が起こるかっていうと、こうギュッとねピントが縮まるわけ。こう耳に例えるとですね、こう大きな声で喋ってるとね、こうふーんって聞くでしょ、ね、昔話もさ、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいちゃんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯物に行きましたね。人動かないでしょ、聞いてる人動かないわけだけど、昔々あるところにおじいちゃんとおばあちゃんがいました。おじいちゃんは山へ芝刈りにっていう風にね言うとね、んなんかちっちゃいな、んんんね、この声の強弱で人を動かすことができるんですね。はい、わかりますか、これね、これがさ人の興味のさ瞬間じゃないですかね。その上でこう近寄らせた上で大きな声を言うとちょっと驚くわけね。そう、これがダンスにもすごい大事でですね、ちっちゃく踊ってとかリズムをなくしたりとかして、そうするとね、さっきまでノリノリだったわけじゃない、ノリノリのダンスパートバーってきた中でふってね、こう緩む時があると、人ってん何が起きてるんだろうってギューってそこに目線を合わせるわけだから、見てるよね、 YouTube 見てる時はその人動いてないかもしれないよ、でも心は動いてる、ん今何が壊れてるんだって、もうねその人の霊体はね動いてます。シュガーさん今ラップしてますねっていう風に、人の興味だったりをねこうギュッとその中心に合わせることがいいんですね。そう、必ずこの眼球と心のピントは今シュガーさんに合いました、ね、そういうテクニックなんですよ。あのままね、そのままリズムキープしたままみんながわーってやっちゃうと、もう人の心は、うん、あかっこいいなーっていう感じで終わっちゃう。でもあそこでリズムオフすることによってギュッと、ね、ピントがね締まるわけ。このテクニックはすごいよ。あーかっこいいなと思いました。さすが BTS と思うので、うん、そんな感じですかね。私が選んだベスト3、31秒の J-HOPE の右手、1分18秒のジミンの首と左肩のズレ、1分49秒のシュガーのリズムオフ、ここが私のねグッときた BTS バターベスト3でした。いやすごい、これからねちょっともうがぜん興味湧いちゃって、うん、これがどんどん研究していこうかなと思うので、 BTS さんよろしくお願いします。本当にね、はい、いろんなアーティストちょっと解説していきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いいたします。ということで、もっともっとこれ聞きたいよという方はですね、コメント欄にメッセージください。いいぞもっとやれという方はですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。ということで、今日もダンスのある生活をしていきましょう。フィッシュボーイでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いします。少しでもダンスに興味があるそこのあなた、フィッシュボーイのオンラインサロン、フィッシュボーイラボクラブでお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。ではまた、バイバーイ。